ムラリ・シャルマは、インドの俳優。性格俳優として知られ、ヒンディー語映画、テルグ語映画で活動している。助演俳優、悪役俳優として高い評価を得ており、60本以上の映画に出演している。また、ドゥール・ダルシャンのポールトンで主要キャストとして出演してからは、テレビ俳優としても知られるようになった。グントゥールのテルグ人家庭に生まれ、 俳優を志して、ムンバイに移住した。同地では、ローシャン・タネージャ演劇学校で演技を学んだ。2009年に、女優のアシュビニー・カルセカールと結婚し、ムンバイとハイデ・ラバードを拠点に活動している。母語は、テルグ語だが、この他に、ヒンディー語、タミル語、マラーティー語、グジャラート語が話せる。ムラリシャルマ、アシュビニー・カルセカール夫妻2004年に、 メンフーン NA で、シャールク・カーンと共演し、2007年には、ドール、ダマール、ブラック・フライデー、アティディ、キャンド・トゥリーに出演した。アティディでは2役を演じ、何でしょう最優秀悪役賞を受賞している。2008年に、ジャーネツ、ヤー・ジャーネ NA、グルマル・リターンズ、サンデーに出演した。2011年に、シンガム、オーエセラベルで、アジャイ・デイブ・ガン、 NT ラーマラオジュニアと共演し、2012年に、ドーニー、カーマヨダに出演した。2015年には、ゴパラゴパラ、バレイバレイマガディボイで、主要キャストを務め、この他に、復讐の街、ABCD に、ペイアムプリにも出演している。2016年には、クリシュナガージベラプリーマゴダ、サビートリ、サナムテリカサーム、ワシアした。2017年の、 デュベワダジャギャナダム、2018年のアグニアターバシ、バイジェサ、2019年のサーホーでは主要キャストを務めた。2020年には、エール・エベイクン・タ・パー・ミュール、サリリル・ニー・ケバー、ストリート・ダンサー・ 3D、ナー・ラッパに出演する。ありがとうございます。